台風からはまだ遠い西日本や東日本でも湿った空気が流れ込んで、大気の状態は非常に不安定です。こちら11時48分、名古屋市からいただいたリポートですけれども、かなり黒い雲、雲底の黒い雲が南から北へと流れている状況が伝わってきます。この方面でもですね、今日の夕方あたりをピークに雲が発達してゲリラ雷雨の可能性があります。現在の10分天気の状況を見てみましょう。東日本から西日本、太平洋沿岸では小さな雨雲が流れ込んで、ところどころでにわか雨や雷雨となっています。内陸や日本海側、この時間はよく晴れているところが多いんですけれども、大気の状態不安定ということで、小さな雨雲は発生しやすくなります。この後の降水の予想、気象庁の5キロモデルで見ていきますと、午後は今と同じような太平洋沿岸と、そして内陸の山沿い、こういったところで雨雲が発達しやすくなりますし、気温が上がって風が収束する大阪、京阪神周辺、千葉県内の一部、瀬戸内方面の一部、こういったところでも小さなスケールの雨雲、雷雲は発生しやすい予想となっています。ゲリラ雷雨の発生リスクの方で夕方のあたりを見てみますと、こういったところ確率が高くなりそう、リスクの高い赤色となっております。この後も急激な天気の変化ですね、最新の情報をご確認いただければと思います。最新情報は引き続きウェザーニュースのアプリから確認いただけます。